なんでやねん。ということでおはようございます。今日は大阪マリーナに来ております。6時半か出船。今日は初挑戦の飲ませにチャレンジしたいと思います。シャラップ。シャラップ。何それ。もうこんだけもつれでもグイグイそれツバス、ゲット。ゲットだぜ。言うといたね。もう逃がすよ。持って帰ります。いいね。うん、スチェルは逃がすよ。さよなら。今でもやっぱ余談出てましたもんね。ありますよって言ったらもうすぐ。もう中層もっきり中層でした。あ、そう。あれ久々青もん釣ったんちゃうか。早に。だいぶ長かったね。ほんま。何もかけてどこにちゃうねん。何いくわんねん。しょうが。あ、来てる来てる。え、何来てる。佐賀さん何を。佐賀さん来てる来てる。来てる来てる。そんな感じぐらい。もう来てるやん、もう来てる来てる来てる。これさっきよりでかいんちゃうか。うまうま。マジで。もう見えた。あ、めっちゃビートがいいわしや、めっちゃ。マシ？マシマシさっきより。行きます行きます。なかなかひどい難しい。はい。はい。はい。いやもうね、これエッスエッス。あ、さっきよりでかい。はい、本日2本目、さっきより大きいっす。最近のストレス発散できそうやな。ダメやったらええのにね。でかっ。でっ。え、こっちやんか。なんで？こっち、こっち。番号しめっちゃええやつ。やば。じゃん。でれれってってって。マーラービーフ。ということで、ドラゴンゲート
プロレスの吉田隆選手からいただきました。ありがとうございます。よろしく頼みます。シャラップということで調理していきましょう。これ火を使わなくてもいいマーラービーフなんで、はい、ちょっと作っていきましょうか。よろしく頼みます。野菜パック、マーラーの素、ヒートパック。どこまで入れんねん。そこまでか。ちゃんと書いてますね、お水入れるところ。お、箸もスプーンも拭いております。ビーフパック、よし、よし。水を、ここまで入れます。だいぶスピード出そうっすか。こういっとんだよね。こっちから行って、ねね、こっちやったら遠いもんね。水はここまで入れます。ちょっと多いわ。今からだ、だ今からめっちゃ走ります。これが発熱するんで、これを入れて、これを入れて、いや大丈夫です。これを入れて、これを乗っけて蓋をする。これどうやって蓋するの。こうか、こうや、はい、よし、これで15分待つ。いや、ええさ、もうないです。ええさ、行ってもらってください。大丈夫、もう漏れません。これいくらなんですか。え、これ工程くれたかわからないです。開けていきましょう。チャララー、めっちゃ赤いし。これこっち。美味しそうやけどな。めっちゃ匂いすごい。かなり本格的な。山椒の匂いがすごいね。そうですね。ありやな。そうそう。そうそう。よし。どこからちゃうかなと。塩が。うん、おいしい。あ、辛っ。辛い。たかし辛いよ。ということでごちそうさまでした。ありがとうございました。たかしありがとう。シャラップ。さあ後半戦頑張っていきましょう。よろしくお願いします。
すごいな、これ。オッケー。お疲れ様でした。午前中のツアーズ2匹でした。まだまだ寒いからあかんのかも分からへんですけどね。まあ次回頑張りだと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。またよろしくお願いします。飲ませで坊主やったな。飲ませで坊主やったな。イワシ釣れました。まあイワシ多分美味しいと思うわ。絶対。絶対美味しい。イワシフライでもええな。あれ丸々フライしたら骨硬いんですかね、やっぱりまだ。硬い。ちょっと大きいですよね。あでかすぎる。でかすぎるんかな。でかったね。がっつり。よかった。久々青物の引きを感じましたよ。久々。大小関係なく。ああ。で12月の末から行こう行こうで全然風とかで行かれへんかったからね。そうやもね、うん、次なんで明石の後なんか一回も行ってない。行ってない行ってない、ね、行ってない。次にだから25日やったかな、うん、日曜日か土曜日土曜日か25日、はい、デビュー、うん、向こうの船借りてレンタルレンタル。もうちょっとぬくなったら頑張りましょう。いやほんまやね。またお願いします。はい、すみません。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。さあ、お疲れ様でした。またお願いします。はい、ただいま5時半。船の掃除も終わって。はい、今日は結局、ツバス2匹はリリース。餌で釣ったサビキのイワシは持って帰って、つみれにして、つみれ汁を作りたいと思いますので、よろしく頼みます。今日もありがとうございました。また。次回もよろしく頼みます。シャラップ。